改めてよろしくお願いいたしますはいまずは、えー、事前にいただいている質問ということで今回の新機能は、はい、ジャックがテーマだったんですけれども、まあ、皆さんが今ジャックしたい人やものなどはありますかあればぜひ教えてくださいというものです村重さんからいきますはいじゃあ私から、はい、私はやっぱりあの今テレビにたくさんめちゃくちゃ出る人になるのが目標なので、うん もうどのテレビ局も一生ジャックしたいですうん、うん、一生ジャックね一生ジャックしてだからずっとテレビに出続ける人でありたいなって思いますテレビジャックメディアジャックみたいな感じですねはいテレビジャックしたいです ありがとうございます。寺田さんはいかがですか?。僕は、あの、バスケットボールを、ちょっと、うん、あの、本気で、あの、もっとどんどん上手くなれたらいいなって。思っていて、うんうん、今すごく練習していて、頑張ってるので、もっともっと上手くなりたいなって思い。お、バスケジャック。ね、バスケジャック。まあ、監督ジャ,いい、ね、ジャックしたらね、すぐレギュラーになれますからね。で、なんてこと言うんですか?。<laughs> <laughs> ちなみに、ポジションはどっちらにあすか?。<laughs> ポジションですかえっと、ポイントガードですね。 ポイントカード。そうなんですよ。頑張ります。じゃあ映画も見ましたか？映画めっちゃ見ました。あれあのバスケ部のみんなとあの当日に見に行って、熱狂がすごかったですね。いやすごいね。ね今ねやはりもうバスケの漫画といえば神様みたいなね一にいますね。うございますバスケジャックということですね。はいじゃあクロちゃんははいアグネスさんみたい言わないでクロちゃんはいえっと僕はやっぱ親ですかね。 お親をジャックして仕送りをね3年前4年前かな止められたのでまた仕送りを復活させてほしいですね。<ー>するんじゃなくて止めたいああそうです、ね、もらいます、はい、ああそうそろそろ上げても <う S 1> いいようなお金で返してほしいと思わないって言われたので,でも成長してるところを見せればいいって言ったので今回もねこうやってねあのしめじをジャックできたので,なのでああ成長したなと思ってんでお、ね、親の親孝行はもう僕はしてると思います。 はい。あとこれね、な仕送りするのがなんかね、親不幸だ、仕送りもらってるのがね、うん、とかいう人もいますけど逆に親って子供の手がかからなくなると結構なんかコロってね、なんか病気になったりとか亡くなったりする人が多いから、うん、気を張っといてもらうって意味で仕送りを復活させてほしいなってまあ、固定給欲しいですね<う>、はい、なんかもうね、最低ですねなんで<や> <laughs> 違うから、ね、親のためと思っちゃった自分にちょっとあのびっくりしました、ね、うん、今 <laughs> 親のためだから だう <ん S 1> 違うよなんてないよ大人がいっぱいいるけど誰ももう僕のことも言ってないですね<う>ん <laughs> みんな引いちゃってるよ <laughs> いやなんで波が引いたら戻ってくるかも <laughs> 両親には長生きしてほしいですけどね, <laughs> は,ねはいもちろんですよはいありがとうございます <うん S 1> えでは続いてえご質問ある方はマイクをお持ちいたしますので挙手をお願いできればと思います <おっ S 1> えご質問ありましたらお願いいたしますご質問の前に媒体名とお名前も合わせてお願いいたしますご質問ございますでしょうか はい、ではただいまマイクを持ちいたします。少々お待ちください。はい。いすいません、えー、女性自身ですよろしくお願いします。よろしくお願い,いします。小室さんに質問なんですけども、あのケーキの免許を取りに、はい、満点だったということで、はい、おめでとうございます。ああいやいや全然ありがとうございます。どのぐらいからケーキ作りにハマって、で、はいえー、なんかあの満点を取った秘訣みたいな、えっと中学 1>, 1年生の1月ぐらいから始めたんですけど料理の資格をまず最初に7月8月頃にとってそれもオール満点だったんですよ。すご,<で>すごいねその後僕あの僕ケーキを本当に作ることが好きでなんか食べてもらったりする時にこう喜んでくれるじゃないですか。 それでその後ケーキの試験を中二のうちに取ろうという目標をもう本当ギリギリですけど達成してそれもまた満点だったのでちょっとまた。 次まだもう一個だけパンのライセンスが残ってたので、うんま、だのそのライセンスをちょっとねなるべくできれば中3できればこいそこら辺までに取りたいしまた満点でいきたいなと、うん、すごい頑張りますなんか受かりたいっていうのあるけどさ満点取ろうなんて思ったことないよ、ねうんうん、いやな,なんかもうここまで満点満点できちゃったな,、うん、なんか満点取んなきゃ仲やだなみたいな、うん、すごいな本当にバスケでも忙しいと思うんですけど、はい、バスケは朝やられてバスケは朝やって。 で、まあ、自主練ししたりとか結構してますねその合間にケーキとかそうですねあのケーキはもちろんあの聞いて覚えたり何よりその作ることが結構大事かなって思いますやっぱケーキ作りって経験しないと上手にならないからすごくたくさん作って最初は失敗してもいいからすごい大人、うん、まさかね手作りでマカロンもらう気がくるなんて思わなかったよ、ねうん、いやかった良かったです本当にお二人お味の方はどうですか、ま 食べましたお店かなってぐらい、うん、マカロンって多分作るのすごく難しいと思うんですけど形もすごく綺麗だったですし、うん、味もめちゃくちゃ美味しかったです、ね、色も単色じゃなくてね何個もあったからね、うん、カラフルに、うん、めちゃくちゃ美味しかったですなんか、ね、うちのリチが、ね、料理ととか作ったことなくて ねあのー、バレンタインの時初めて作ってくれたんですけど、うん、手作りで初めて嬉しいなと思ったけどなんかあの入れ物に刺してるだけだったんでケーキとかを <laughs> あれを見た時にめちゃくちゃ喜んだんですけどい,い,んいやココロ君すげえなと思ってたからねねうんいやいやぜひそんな僕なんかの良ければ全然また作りますよ、うん、ケーキ言ったね絶対なののケーキジャックするからね俺欲 <laughs> <全>しい時もらうからね全然大丈夫ですよありがとうございます、はい、うん。 ありがとうございます。他にございますでしょうか。他にございましたら挙手をお願いいたします。はい、ただいまマイクをお持ちいたします。よろしいですか。すみません。えっ、ー、とじゃあ Z 世代のあの恋愛事情について伺いたいんですけれども、じゃえっとまずココロさんからお願いします。はい、えっとさっきえっとまだあの未来の話とおっしゃってましたけれども、うん、片思い自体はしたことはまだな,ないないですよね。その小学校の時に多分 まあ一度違う番組でいいなうこうなんか言いましたみたいな,なんか言ってたと思うんですけど正直そのすごくがっつりとしたものはまだちょっと早いなと思ってて今はクラブ活動だったりケーキ作りが楽しすぎてまだそちらの方にちょっと目を向けていないってい感じです。が、はい、えとどんなところ あの女性のどんなところに見てあの気にしてますかえっ、ー、あのでも動物に優しかったりとか、うん、あと運動ができることか、うん、なんかあとなんかちっちゃい子に優しい感じの方だったりすると、うん、あ,、ね、あいい人だなと思います。ななるほど <laughs> やなんだろうね なんだろういい感じのことしかなさすぎてちょっと悪いところ出してほしいなと思っていや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 ,や<ご>いや全然いたずらもしますからか全然。なるほどえっ、ー、とじゃあちょっと先輩の,あの村重さんは、はい、いかがですか えっと、何だったっけ。いや、聞いたことない。なぜ忘れずに。恋愛事情について。あ、恋愛ですか。恋愛はね、私はもうアイドルは卒業しているので、結構ごちごちに恋愛させてもらってます。ごちごちってなん。ごちごち。ごちごち。ごちゃくちゃってこと。めちゃくちゃ恋愛してます。でも、お仕事がもうありがたいことに、めっちゃ忙しいので。まあ、休みの日とかに、なんか、そのデートとか。行ってる時もあります。 やってんのねしっかりねしっかりしてますよ恋愛はやっぱ恋愛しないと成長しないですから人間としてあ<ー> <laughs> 先輩だいや先輩だってないのよ <laughs> 極端すぎるからなるほどさっきあのランキング形式であの、はい、レッド世代の方が、まあ、こ,うこういう、まあ、LINE とインスタでこういうことがあるとっていうのがあ,あったと思うんですけどこういうので自分で当てはめてこういうことあったなみたいなのってありますか でも私、おはようの LINE とかめちゃくちゃ嬉しいですしやっぱ連絡はまめな方がやっぱ女の子なのですごい安心するのでうん、うん、あの結構、Z 世代にもいろんなタイプがいるんですよ連絡できない子とかもいるのでじゃなくやっぱ私はめちゃくちゃまめに連絡してくれる方が嬉しいです、うん。 プロちゃんは真似に連絡する方ですよね、はい、僕はそうですねあの分かってくださってありがとうございますだいたいだからやっぱ LINE とかね交換するのはすごい好きででやっぱり交換するんですけどその時にその子に対して半分状態半分大きで僕が5回か5回入れたら1回返してねって言ったりとかしますね<ー>細かく結構ポン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 って入れちゃうから、うん、で返ってこないとこっち側も なんかちょっとなん不安になっちゃうから、うん、だから5回入れたら1回返してって言ってるとちょっとなんかね1個入れて帰ってこなくてももう1回行ってもいいと思っちゃうからあなるほどで全然帰ってこない時は多いけどね <laughs> <laughs> 本当に逆にだからそのお正月とかあの「明けましておめでとうございます」だったら誰に対しても言っていいから その時にやっぱ自分のそのラインとかに2000人ぐらい女の子、ね知り合いがいるんで全員に一斉に送りますねやば<ー>上の名前だけ変えてすごいはいそれで帰ってきた子をで、自分の好きな子を選んでいくっていうポ <laughs> ーナメントを走っていくから<ー> 聞いちゃダメだよあんまりなんでこれが普通じゃないからねあんたもだよ私はめっちゃ普通ですよ普通じゃないよ結構ゴリするなんかちゃんと一人の方を選んであげてくださいいやいやいや、大人だな。そうだよ積極的なお二人が横に並んでますけど心さんは SNS でやりとりというか使って女性に何かアプローチというかするとしたらどういうふうにしますかするとしたら え、えー、結構僕、な、うんだろう自由な人なので <laughs> え、どうかな、うん、なんかでもあ、僕がそのバスケしてるなんか姿とか見ててほしいなーってぐらいとかはあります、なんか SNS とか本当、インスタとか TikTok とかそういうのを知ったのが本当に最近で中二になってやっと知り始めて<え>あ なるほどこういうものかと思ってやっ、ねえーま、た初心者なんだね。まあでも早いうちから SNS 始めるとやっぱトラブルに巻き込まれたりもあるから確かに,、うん、確かに経験済みですか経験済みとかじゃなくて正しいですね多分ああ正しい SNS の使い方をしてると思います意外と怒って文句きたことにしでら返しちゃおったりするとね大け我するからね。気をつけます。 までもあのしめじの、あのアプリ、イベントじゃないですか。はい、これ使ってみるとか、いかがですか。ああ、確かに。うんうん、じゃあ、ちょっとなんか、友達に使ってみようかな。<わ> <laughs> まずは友達からね。うん、友達から始めよう。ま、う、ねうん、なんか、ちょっとまずはそちら方面にちょっと興味を持つということに。にあの、関心をしてみます。うん、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。何よろしいですか。 はい、ありがとうございますでは、えー、最後に事前の質問から行かせていただきたいと思いますえー、もう4月もすぐそこですがこの春、新しい春から新しく挑戦したいことなどがあれば、うん、ぜひ教えてくださいということなんですけれども皆さん何かこの春新しく挑戦したいことありますでしょうかねうーん私は趣味がないんですようんうん意外と趣味がなくてありそうなのねそう、なんかね あの空き時間とか結構することなくて<ー>いつも携帯触っちゃって、うん、なんかその携帯触ってる時間も超最高なんですけどもっとアクティブに外とか,なんか出る趣味あったらもっともっと最高なんだろうなと思うから、うん、なんか趣味が欲しいなって思います。なななんか今ちょっとと興味あるこいいのない 本当にないのバスケどうですかえバスケ教えてよめっちゃ楽しいですよつまみ食いするだけでしょどうせいやめっちゃ楽しいですからいやすごいどうやってハマんドリブルとかめっちゃやりたいああいいですねあのこうのさ、こうやってあ、あの…いやいやそんな、そんなさチンパンジーのおもちゃじゃないんだからひどいじゃこうやってあるじゃん、こうやってさあーこうやってやるやつあれとかやりたい多分レックスルーとかそういうやつですね多分大丈夫です でき,できるよようになりますよ本<当>僕も全然本当最初すっごいできなくって、うん、あのもうなんかこうまた通したりとかこう,いうやつとか全然できなかったんですけど、うん、今になって必死に自主練してたらいつの間にかできるんでお一<ー>日一回ボール触れるだけでも違うんで分かっただってじゃあバスケットボール買うねあいいですねし行ましょう <laughs> バスケットボール買うねそっからね、はい、そうですね6号ボールを買ってくださいはい ね、お菓子作りもやってらっしゃいますけど、はい、新たにって何かかありますか、うん、そうですねちょっと俳句を俳句をやりたいなと今思っていまして実はちょっと別の番組で俳句を少しあのやらせていただいたんですけどそのちょっと俳句って楽しいなって思って。うんあの 今から始まるこの季節の中で一個何個か俳句考えて一個その自分がその季節で一番良かった俳句とかをちょっと作ってみたりとかそうですねあとはやっぱ料理番組やってみたいなっておおできるよ絶対ね料理したいですね俳句ってことは五七五ってそうですね五七五ですねね今一句何か今一句ですか今ここで一句ですねまさかのまさかのえ気合入れてできるえ この一瞬か大変すごいちょぶりなけどしっかりと待ってくだ五七五この…こともう一個あるよね五七五七七七七七多いよ七五り七七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 七ね七七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 七い七七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  えー、クロちゃん,ちゃん一緒にイベント、うん、楽しいな <laughs> あ。こっちこそだしよ。んとアートだし<ー>あ。ありがとうございます。<ー>あもうねクロちゃんが季語ってことで。 そうですね <laughs> オーロナイティな季語だしじゃあ最後にクロちゃんも、はい、何か新しく始めたいことありますか、はいまあ、挑戦したいっていうか、あのー、僕は正直、あのー、恋人できてね利子が今できたんですけど彼女が、あのー、もともとね旅行が苦手で、うん、旅行の計画とか立てれないの。<ー>うん、で面倒くさいから今ね立てれないっていう形で。 あの旅行にはちょっと行ってないけどちょっとねやっぱ行って連れてってあげたいなと思うのでなんとか自分で旅行を企画して1回行けたらいいなって多分1回今までね1回だけチャレンジしたことあるんですけどその時になんか思ってた宿と違う感じその。 見た自分がサイトで見た時に、うん、結構いいじゃんと思ったらめちゃくちゃボロくて<ら>で確かに安いの取ったけどまさかここまでボロいとは思わなかったみたいな感じになったりとかしてうん、うん、もうすごい嫌なイメージがあったんで<あ>それを一回払拭してみたいなと思いますね。うん あと旅行雑誌好きなんでんよかったらぜこ旅行雑誌好きなのであ好きなのいすよ何でもしてるし何でもできちゃうんだねお手伝いしますよすごいねアテンドもしてくれるんだ <laughs> いやいや全然あ<と>すごい贅沢なアテンドじゃないですかいやそうですよ本当に <laughs>、えー、あともう一つあの早急にしないといけないことでやっぱちょっと引っかかってるのはあの日にね上げた指輪番組で上げたんですけど自分が好きだっていう時に三十四万の指輪上げたんですけどそれをね あのー、上げた時にリチの指がつけたらすかすかだったんですよね、うんあのー。最後までリチとミク2人どっちに上げようか決まってなかったので、うん、なのですかすかだったのをなんとかきちんとねやっぱ早くああ指に合わせてあげないなといけないと思ってるんでなのでそれを早急にね、あのー、直してつけれるようにしてあげたいと思ってます。本当に,本当にしょんぼりするぐらい最低 なんであんまり違う女の子の話をしていこうかみんなみんなこうなわけじゃないよね絶対いやもっといや分かんなかったどっちが本物か分かんなかったからどっちも同じぐらい好きだったの指を買って買うときにああまあでも今リチさんがいらっしゃるわけですから違う女子の話をこれがもしジュースになってリチちゃんがそれを見たとき落ち込むってだけど落ち込むことによってそれでけどそれを乗り越えないと俺っていうね 俺っていう存在をさ、ええなんかさ、それいやそのセリフ言っていいのは、うん、もう第一見目とかだけの、第一見目とかなんだよ、まあ、まあ、まあ、<laughs> いいでしょうよ、まあまあ、だってリチはだってね番組にねあの俺っていうものと付き合いたいって言って宝くじを当てたようなもんだからそ、ね、うだったんだから <laughs> おううんなんか、まあ、なんか、まあ、リチちゃんと。 なんか飲みに行きたいな,いらないこと、絶対いらないこと言うでしょ、うん、なんかも,もっと話とかいっぱい聞いてあげたい、そうですね、ね絶対ね話お聞きしたいですねシゲがね今、クロちゃんの話聞く感じだったら、相当落ち込んでると思うから、いや大丈夫、落ち込んだとしてもそれ以上により優しいからさ、すぐ慰めるから。<laughs> いやため息っておかしいでしょ、<laughs> こういう会見ってため息なんかないじゃん。 今日だってね、<や>女優みたいな感じ嬉しいって言ってたじゃんそうそうそう,そう今日女優さんみたいなね、うん、さっきあのー あ長いやつ持ってたときなんか舞台挨拶みたいで嬉しいってそうねドラマも思っててそれの気持ちで来たのになんかクロちゃんがわけわかんないことばっかりっわけわかんないジャックするーンよしかもこれも知らなかったの確かに言にってなかったしんよなんかねクロちゃんの中が出てきて全然舞台挨拶じゃなくなっちゃったちょっと待ってくださいよちょっとまっちゃった待って待ださいよちょっとまてないのよ本当に <laughs> 楽しかった、うん、はいありがとうございます楽しかったという言葉もいただきましたので、はい、以上で終了させていただきたいと思います。